いいですね。はじめまして、スイングです、これから、ゲーム実況を始めていきたいと思います、今回は、最初から、エンディングまでちょっとやってみようと思うんで、まあ最後まで、見てねいただける方はね、最後まで、見てってください。リンクがねこうエポナを駆け巡る、これはもう今見てもね印象的ですね。今回は、まあ、このゲームはね僕は初めてやったわけじゃないんで、まあ何回もやってるけど一応まあ最初からねやってみて見ることにねしましたので、自分の名前を今回つけていこうと思います。スイング、上のファイルはちょっと、これはちょっとプライベートですけど、さあ、ハートが3つですね。始めていきたいと思います。はい、ハイラル王国に広がる深き森、その森を守り続けたワシを人はテクノキと呼んでおった。この森にはコキリ族という者たちが住んでいる。彼らはそれぞれ自分だけの妖精を持っておった。じゃがたった一人だけ妖精を持たぬ少年がおったのじナビ、妖精ナビ、どこじゃ？ここへおいで。おお、妖精ナビ、このわし、デクノキの言葉を聞いておくれ。お前も感じておる、この世に満ちた悪しき力を。今、ハイラルはその力に飲み込まれようとしておる。このコキリの森は、命の源。人の侵入を拒むことで、外の世界をも守ってきた。しかし、この強大な悪しき力の前に、今の悪しは全くの無力。どうやら、あの妖精を持たぬ子が立たねばならぬ時が来たようじゃ。あの子こそこの灰が良き方向へ導くもの。さあナビ、あの子をここへ誘うのじゃ。わしに残された時はもう多くはない。頼んだぞ。ナビ行きました。おリンク待ってろよ。いいよね、これナビの視点になって、ね、さあ行きますよ。スウェインね、起きてよスウェイン。テクノキ様がお呼びなのよ。スウェイン起きなさい。あ、もうこ
こんな寝坊すけが入らんのようにってのは本当かしら。やっと目が覚めたのね。私、妖精のナビ。デクの貴様のご命令、これから私はあなたの相棒。よろしくね。デクの貴様、お呼びよ。さあ、一緒に行きましょう。うん。よし、行くぞ。はいはいはい。じゃあ、デクの貴様のところへ行きましょう。スイング。うん、今日はね、ちゃんとやっていこうと思います。ああ、妖精ね。やっとスイングのとこにも妖精がやってきたんだ。よかったね。なんだかサリアまで嬉しくなっちゃう。これでスイングも立派なコキー族の仲間よね。テクノキ様のご用なの。すごいじゃない。デクノキ様とお話できるなんて。私ここで待ってる。デクノキ様のところ早く行ってあげて。うん、デクノキ様のところ行きましょう。この前で、ね。まあ、やっと妖精が来たの。じゃあ、いろいろ練習しなくちゃ。練習するなら森の練習場。場所はすぐこの上よ。練習ね。石の前で A、石の前で B、二度の兄貴もね、自分ちの周りも、じゃあ、オイラに損させるなんてさ。入ってこう。何入ってるかな。じゃあ、1ルピーね。青いは5ルピー。緑が1。ハートだ。ハートは体力が回復します。そっか。この視点を抱えたりするのすごいよね。これもあって。の外に出ちゃいけないんだぞ。コキリ族はこの森から出たら死んじゃうってデクノキさんは言ってたぞ。出られます。すぐ森から出て。おら、サリアンちの草刈りやらされてんだ。ミドナーにちの命令なんだ。兄貴ってもサリアンに気に入られたいから自分で収てっけたんですよ。お前サリアと仲いいんだから草刈り手伝え。出てきたものみんなやるからさ。そうですね、草刈りね、人に任せるのね。ここまで来れたら一人前。見て、いい景色でしょ。 C の上で視点を変えればスティックでこの森を見渡せるよ。テナキさんは読んでるの正直いい。あ、そうね、読んでますね。お、あれじゃね、あれ、デクの木で、デクの木。いるよー。はいはい。お、ガブの上。
Z でこっちを見て A で話しかけて、そうそう、そうやって使うのよ。やっとあなたにも妖精がやってきたってわけね。じゃあ妖精を使って話す方法を教えてあげる。妖精は人や物に向かって飛んでいくから、 Z を押してみてその方向を注目できるわよ。 Z 注目を使えばこんなに離れてても話せるし、注目する相手がいなくても Z を押せば前を向ける。やってみたい。これが Z ですね。はいはいはい、店来ました。もしかけよ、この店この森にあるものばっかり売ってるね。デクのための使い方知ってる？まず盾を手に入れたらスタートボタンでアイテムモードに切り替えて Z や R で画面を選ぶ。装備画面を選んだら身につけたいアイテムを選んで A で装備する。装備してから R で構えてスティックで構えたから変えられるんだって。クソ。次になんか買い物します。何売ってる？30ルピー高。あといらねえよ。弓矢全然買えねえ。デクの盾は40ルピーで、デクの実が15、5個で15ルピー。デクの実10個30ルピー、デクの棒1本10ルピーです。40ルピーないと買えないね。やめます。してくれないもんね。そしてこの金庫、なんだ妖精なし、デクの貴様になんのよ。妖精もいない半人前のくせに。あれ いるじゃん妖精。何デクの貴様に呼ばれたって？なんだよ、なんでこの巫女様じゃなくてお前なんだよ。面白くねえ。おいらは認めねえぞ。お前なんてまともな装備もしてないじゃんか。剣と盾ぐらい持ってなくちゃデクの貴様のお手伝いなんてできないぜ。ま、おいらは持ってないけどな。ここを通りたきゃ剣と盾ぐらい装備してきな。ふっ。そうですか。いるんだね、いろいろね。剣と盾がいるから、なんだったっけ。よし。いろいろ回ってみますよ。確かに。壁登ってたのって。はい、楽しいね。迷いの森ね。迷いそうだね。今やばい、今何もできない。行きましょう、仕事。いつもめちゃくちゃにやってるからなんかね、新鮮ですね。しといて、剣と盾探しに行こう
剣と盾は、こちらだ。もしね、ここは、なんだったかな。画面内アイコンのことをして、画面右上に表示される3つの黄色いアイコン、C アイコン。C、左、C 下、C 右で使えるアイテムを表示してるんです。C アイテムを入手したら、C アイテム画面に入って、C、左、下、右にセットするんだ。まあね。青色のアイコン。画面上の青色のアイコンはアクションアイコンである。アクションアイコンは A でできるアクションを表示しているんだ。立ち止まってよーく自分の動きを確認するんだね。C の上の使い方、聞く？どうしよう。聞くわ、はい。C の上を押すと視点を切り替えれるんだ。こういうところでは上からの視点、表に出たら自分の視点、いろいろやってごらん。ナビの文字の点滅は妖精ナビが何か話そうとしているサイン。C の上で会話できるから話してみないと。アイテムとマップのことならオイラに聞きな。長い話が嫌ならやめてくれ。マップについて。ゲーム中右下に出てるのがマップだよ。黄色い矢印が現在地と方向、赤いマークが入ってきた場所だ。L でマップ表示をオンオフできるよ。地名が見たければスタートボタンを押してごらん。アイテムモードに入るからマップ画面を選ぶんだ。マップ画面ではハイラルの地図を見ることができるのさ。わかった？アイテムについて。アイテムには装備アイテムと C アイテム、そしてその他のアイテムの3種類ある。装備アイテムは剣や盾や服などの身につけるアイテム。C アイテムは C、左、下、右にセットして、そのボタンで使うアイテムと。その他のアイテムは冒険で集めたもので持っているだけでいいアイテムと。装備を変えたり確認するときはスタートボタンを押してごらん。アイテムモードに入るから Z や R で4つの画面に切り替えて変更すればいい。装備の決定は A、C アイテムは左、下、右で決定。一度 Z や R で見てごらん。長い説明だったけど、分かった。はいはい。そんな感じですね。装備アイテム、C アイテム、マップ。ここはまあ冒険とかね。はい。じゃあ行きますね。オイラって練習しようぜ。 Z 注目しながら移動中に左右で横と後ろでバック中、前で無敵の回転アタックだ。 Z 注目中、剣を抜いては A でジャンプ切り、攻撃力は2倍だぜ。オイラの隣の石は Z で注目できるから、石を相手に練習しようぜ。持てない、ね、これバク中、バク中、僕もよくねバク中使うんですよ。じゃあなんだ、 Z の小さな枠、スティックでアイコンが入るんだったら A でくぐる。アクションアイコンの変化に注意しよう。はいはい、注目の切り、 Z で注目できるものにジャンマークがつきます。相手に、矢印の下をついたとき、 Z のスマホをボーンでもう一度押すと外れるから、次に前についた相手に注目がつきます。たくさんの相手から逃げるときは後ろに逃げながら Z を押せば注目を外せます。これに一緒に練習してみてください。はい、すごいよね。これ、説明書見なくても、わかるように、ちゃんと練習、チュートリアルがついてるから、もし、ね、まあ、今、
あんまりカセットだけで買うことないかもしれないけど、そういう場合だとしてもちゃんと分かるように設定して、すごいすごいですね、やっぱ。物知り兄弟の犬勉強しましょう。さっき言ったよね。じゃあ開けますよ。ゼルダといえば宝箱です。何が出るかな。はいはい、でかいわ。小霧の剣を入手した。装備画面に切り替えて、カーソルで選んで、カーソルで選んでいる装備、小霧の仲間の宝物、しばらくない借りておこう。表に出たら練習だ。これは借りるものなの。借りるというか、おわこれミートボールだよね。僕の動画でもこれあったんですけど、これね、ミートボールにしか感じないんですよ。じゃあ行くかな。ちょこれね、ハイハイして潜るのってもうね、小さい時にやりたいことで、ね、はいはい。あー、やべ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 。これね、看板切れるんですよ、ね、僕の動画でも看板切ったのがあった。初めて見た人はわからん。この看板は綺麗だ。これは、これ切れたらもったいない。行きましょう。ここね、行ったっけ？ここ回ってない。丸い家だよね。なんかあれみたいだよね。もしこんな家あったら住んでみたいかな。木くりぬいてる、うん、お姉ちゃんルピー持って赤いお部屋のお屋根のお店へお買い物ルピーって緑が1、青が5、赤は20なんですあ、剣触れないわね。それ人んちだから危ねえわアルピーってあんま出てこない。青。ここは二人で暮らしてるのね。これであれなのかな。水でも入れてんの。その生活の感じも出てるから、なんかすごい、ね。リアリティが。よし、じゃあ帰るよ。テクノで40ルピー。40ルピーって、これは何だろうな。日本円でなんぼするんだよね。まあ、そんなこと考えたら。やるし、じゃあ、防御しながら移動可能。買わないよ。売り上げどうなってんだろうね、これ。お切りの、売りの人で、叶えるのかね。よし、レッツゴー。おい、緑だ。テクノキさんのとこ行って、剣と盾くらい装備してこいって。あれ？なんで、テクノキでつけてるじゃん。ああ！そう、それ、小霧の剣。シックシャ。でもな、そんなもん持ってたって、弱いやつは弱いだからな。この緑様はお前なんて、絶対認めねえ。ちくしゃー。で、テクノキさんもサリア、お前なんか。さてと、こいつが。うん、こうやって敵
の名前を分かったり調べたりするっていうのがこのゲームの楽しみです。そしたら僕の方を手に入れました。そしてアイテムを手に入れたら、さっき言ってた通りポチッと。じゃあ行きましょう。テクノキ様、ただいま戻りました。おお、ナビ戻ったか。そしてスイング、よく来てくれた。森の精霊であるこのわし、デクノキの話を聞いておくれ。お前は最近毎日のように恐ろしい夢を見ているはずじゃ。その夢は今この世界に忍び寄る邪悪な気配そのもの。お前はそれを感じたのじゃ。スイング、今ここでお前の勇気を試させてほしい。わしは呪いをかけられて、お前の知恵と勇気にそれを解いてほしいのじゃ。その覚悟があるかな。やりませんよ。うん、まだ自信がない。それでは小霧の森に戻り、戦い方を学んでいるがよ。そして覚悟ができたならば、再びここへ来て、絶対で私に、わしには話しかけておく。わしは呪いをかけられて、お前の知恵と勇気でそれを解いてほしい。その覚悟があるか。で、明日ナビと共にわしの体内へ入れば、妖精ナビスイングの力となれ。良いか、スイング。ナビが語りかけるとき、地の上を使い耳を傾けよう。会話、うん、行くぞテクノキ様。ね、病気になってんだもんね。よし、行きますか。デクの胸、デクの胸、行きましょう。でもね、スイン、この蜘蛛の巣の下、死の絵のつけるよ。感じになりそう。この壁、ツタが絡みついてスイングなら治れそう。そうだよね、ちゃんと、ゲームの初心者に、ね、やりやすいようにできてるよね。ゼルダっつったらね、結構むずいゲームだからね。お、また何が出るかな。なんでしょうね。はいはいはい。誕生マップを見つけた。来てくれ。おお、地図だ。地図手に入れました。おお、表示された。で、こう、今ね、今に、場所はあるけども、扉、前にあって A で開けられるよ。アクションアイコン、画面上の青いアイコン文字をよく見てね。はいはいはい。
痛いピー、勘弁ピー、ヒント言うから許してピー。高い崖からジャンプするとき、スティックを前に入れていれば、くるり回ってノーダメージ。あんまり高いと保証できないけどね。まあ、勇気があるね、チャレンジする。うん、僕の動画でもよく使うテクです。妖精のパチンコを見つけた。セットしましょう。すぐに小さい場合には血を流しを閉じるから台をセット可能です。はいはい、パチンコ手に入れましたぜ。したらあれなんだろう、打つか。よし、して登るとこあるから登ってみて、あ、よし、うん、僕の探偵を見ました。扉金属いた。金属じゃない。木の。よし。こいつはスタルボール。触りたくないな。このZチューマー発明で。よし、登っていこう。めっちゃ高いね。やっぱゲームで登るのは結構楽しい。よし、じゃあ行きましょう。スイッチを押すと上がってきます。基本にね、何が出るかな、出るかな。コンパス、コンパス、これで自分の居場所が分かる。自分が来たところも分かります。黄金のスタルチが倒した印を手に入れた。超スタルチラを倒すと交換になりますね。あ、やばい、スイッチ落ちちゃった。ちょっと無駄だよ。よし、こうララ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 ラ、よし。刺激で倒してでかいな、この子も。もう、オースタルチが、この子がいて。うん、全部倒さなくてもいいかもね。大好きなね、ものがこの最初であるんですよ。
開演。じゃ行きましょう。おーい。よし、行きますよ。どっから落ちてきたの？超高いよね。一応スタイルチラも取ります。確か B で、ね、文章を飛ばせることもあんまり知らなくてちょっと苦労したって言ってましたで、これでいけるかな。あ、やべ、水で飛び込んじゃった。クモの巣を燃やす。昨日だったクモの巣。よっしゃっぴ、もう死ねっぴ。見逃してくれたらいいことを教えるっぴ。この先にいる水子デグナッツは決まった順にやっつけないと復活しちゃうっぴ。その順番は2、3、1番だっぴ。オイラってひどいやつ。ありがとう。目に打つと、いけない扉が開く。格子がね、鉄格子。水に入ってから A を下回りすれば、深く潜れるよ。行ってみましょう。うわぁすごいよね。3メーターぐらいの上なんでしょ。リンクあれだよね。やばいよね。もし現代社会でもやっていける。掴むと動かせるよ。それからブロックの前でスティックを倒しながら A でよじ登れるよ。アクションエンコの文字をよく見てね。火つけました。食台でつけたら扉が開く。
こいつあれだわ。しに行きます。燃やすぜ燃やすぜ。はあ、よし、はいはいだよ。超もそうだよね、このブロック耐えろと。これもね、僕の動画でありましたね。はい、よし。あっちの部屋にから行って、行けるようにしといて。うわあ、おお、まるで自分が落ちたかい。この、おお、やばいやばいやばい。さっきの兄さん一番。よし、二、三。バン。どうしてオイラたちの秘密知ってる？ピー悔しい。あんまり悔しいからゴーマ様の秘密もバラしちゃう。ピー、ゴーマ様にとどめを刺すにはひるんだ隙に剣で攻撃だ。ピー、ゴーマ様ごめんなさい。なんちってよくジョークかますね。先にいる。なんかドキドキする。ほぼチーズ見てない。全部でね、3階建てなんだ。かなり高層ね、高いよね、建築として。暗いね。なんだ。広がりがあって、ツタみたいな。
まあ病気処理だな。アートのチャートリートライフの限界値、体力全回復、ボスを倒したらアートが手に入る。よくやってくれた。ありがとう、スイング。お前の勇気、確かに見せてもらった。お前はわしの願いを託すにふさわしい少年。では改めてお前にわしの願いを伝え、聞いてくれるかな。いやー、あんま聞きたくないっすよ。いや、スイング、聞きたくないのよ、済まされる。わしにはもう時間がない。では、心して聞いて。わしに呪いをかけた者が、黒き砂漠の民じゃ。あの者は邪悪な魔力を操り、ハイラのどこかにあるという聖地を探し求めておった。なぜなら聖地には神の力を秘めた伝説の生産家トライフォースがあるからじゃ。世に断りなく命にまだ形なさず、混沌の地ハイラルに黄金の三大神降臨する。すなわち力の女神ディン、知恵の女神ネール、勇気の女神フロルなり、そのたくましき炎の出を持って地を耕し、あがき大地を作る。ねえ、その英知を大地に注ぎて世界に法を与える。フロ、その豊かなる心により法を守りし、すべての命創造せる。三大神その使命を終え、彼の国去りゆきたも神々の去りし地に黄金の聖三角残して、この後その聖三角を世の断りの石へ通訳する者が、またこの地を聖地とする者なり。トライフォース、そしてこの曲は神々のトライフォースの曲だ。あの黒き砂漠のためにトライフォースに触れさせてはならぬ。悪しき心を持つあの者を聖地へ行かせてはならぬ。あの者はわしの力を奪い、死の呪いをかけ取った。やがて呪いはわしの命をも蝕んでいった。お前は見事に呪いを解いてくれたが、わしの命までは元には戻らぬようにじゃ。わしは間もなく死を迎えるじゃろう。だが悲しむことはない。なぜなら今こうしてお前にこのことを伝えられたこと、それがハイラルに残された最後の希望だからじゃ。スイング、ハイラルの城に行くがよい。その城には神に選ばれし姫がおいでになるはずじゃ。この石を持って行け。あの男が
わしに呪いをかけてまで用意した干した、この石を。霧の質に手に入れたデクノキさんから託された森の精霊石。頼むぞスイーク、お前の勇気を信じて妖精ナビスイングを助け、わしの志を継いでくれ。良いなナビ、さらばじゃ。行きましょう。スイング。ハイラル上位。さようなら、デクノキ様。おい、スイング、お前何やったんだよ。デクノキ様、死んじゃったんじゃないのか？どうすんだよ、お前のせいだからな。少しで終わりにしましょう。何？どこ行くの？お城？お城ってどこ？俺でしか暮らしたことないから分からん。井戸の時すっげー機嫌悪い。なんかあったのかな？どこ行くの？城、城ってどこ？テクノキ様の話と入られずに姫様の話。リンクのせいではない。ガノンが悪い。はい、行きましょう。もうここにはおられないんで。俺たちここでコケリ族森から出たら死んじゃうんだぜ。お前本当に行くのか？ああ行くよ、うん、行っちゃう。サリー分かってた。スイングいつか森を出て行っちゃう。だってスイングサリアたちとどこか違うもん。でもそんなのどうでもいい。私たちずーっと友達。そうでしょ。このオカリナあげる。大切にしてね。妖精のオカリナがあったサリアとの思い出の品だ。シンセットしといて、ね、オカリナ吹いて思い出したら帰ってきてね。陰りのあるこの方、それが時のオカリナですね。
よし、じゃあですね、ここら辺で。ここら辺で終わりです。次、ここからやりたいと思うんで、ハイラル城へ行く話ですね。今回初めての実況でしたが、なんとかできました。ちょっとグダグダだったけど、そこのところは初めてだったので、ね、うまくはできませんから。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録したい方は、チャンネルを登録してみてくださいね。